これ今ではね、エンジンの性能を生かす側、生かす側のポジティブな側だからさ、読む気、勉強する気あるでしょ。でこっからさ、なんとかレギュレーション通る話だから。でもこれダメだとさ、車検通んないんだよ。ととしね、うちの私のところの大学のやつがさ、111ぐらいになっちゃってダメって一回言われたわけ。ここまでやってきて音でさ走れないっつったら情けないでしょ。でね、どうしたかっていうとね、ジュースの缶買ってきて、そこに穴いっぱいこう開けちゃって、ほら缶のオープナーで、でそれをさボーンと排気管なんか突っ込んでさ、なんとか少し下がったとかさ、そんなことやって、原始的なことやってるわけ。散々それまでさ、なんかいろいろ流体力学だとかなんかやってね来たのにさ、最後そんななんていうの、変なことやったわけだから良くないわけ。だから最初からよく考えましょうってわけ。じゃあその排気騒音のレギュレーションはどういうふうなことで、計測するのと、車検は。でここがマフラーだと思って、で左から排気ガスが流れてきているわけ。でここから音波がバッ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 って出てきて、でここに騒音計っていうのがあるわけ。要するにマイクロフォンだよね。マイクロフォンのとこまで、ここ500mm離れた、50cm、45度斜めだって。なんでかっつったら、ここに置くとマイクロフォン熱でやられちゃうから。しかもマイクに風が当たってさ、風の音になっちゃうからね。じゃあここの音の圧力そのものを測るのかって言ったら、そうじゃなくて、人間の耳の感度に合わせたようなフィルターを入れてますってわけ。それが 110dB かっこ A かっこ A っていうのは、このフィルター、形のフィルターのことを言ってるって。 A 特性フィルターって言ってるんですよ。 A 特性、どんなフィルターですかっていうと、周波数ごとに感度が違いますよっていう周波数特性が、そういう周波数特性を持たせたフィルター。感度が高いのどこですかっていうと、 1kHz から、ここはね数字入ってないけど 5kHz、 今ねこの口笛の音がだいたい 1kHz ですよ。 2kHz ってその1オクターブ上、ちょっと口笛俺下手だから無理なんだけど、4kHz、 そのさらにもう一つオクターブ上、この辺が人間の耳が感度が鋭いわけ。なんでそこをなってるのかっていうとね、ジャングルの中生き延びてきたじゃない人間で、きっと小鳥とかさ、なんかがさ、危険なのはそういうところに出てくるのかっていうのと、あとこの耳の一番外の空いてるところと鼓膜との間の距離っていうのがあって、そこの中で音が共鳴したりする、ということで結果的にこうなってるんだけど、低周波の低い周波数のボーっていう音については感度が、ね、低いから、だから高い方の周波数の音をあんまりビリ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 出してるのは、このレギュレーションに引っかかりやすいってわけですね。でこれがあるっていうのをちょっと覚えておいてください。でデシベルっていうのはね、これはね、対数の単位なんだ。人間の感覚っていうのはだいたい対数弱なんだよね。対数って一番最初に使い出した人っていうのは天文学者。地球とある星との間の距離って何万光年とか何億とかさ言って、万と億とじゃすごい差でしょ。だから桁数で普通で書いていくと、もう数字がいっぱい並んじゃって、その頃ノートなんてないんだろう、昔はね、紙貴重品でさ、で間違えちゃうじゃん、やっぱり。で対数にするとログ10っていくつ、1、ログ1000が3でしょ。だから1000って書くと4桁いるでしょ。だけど3だと1桁にするじゃん。でそういう意味で、いいんだけど、人間の感覚もそんなもん。料理番組見るとさ、塩を3グラムとか2グラムとか言うけどさ、皆さんのお母さんとか皆さん自身も測る3グラムなんて一つまみで大体いいでしょ。ちょっとぐらい違ったってそんな味は変わんないじゃん。濃度は変わってんだよ。だけど人間の感覚は対数で、だからね、10から100まで変わったって1から3ぐらいにしか変わんないってわけだ。だからそういう意味でこう対数を取ってくれてるわけ、ね、それを、対数を取って10倍してるのがデシベルなのね。いいですか。で計測するときはね、まあ当たり前だけど A 特性選択するとか、回転速度によってこう急に音が変わるから、
それはちゃんとぴったり合わせないとダメだよね。それから反射、音が反射するとこなんかで測られたらさ、損だからね。行って帰ってくる音と来た音と壁の近くだったら倍になるから、ね、自分の体も反射物だよ。こうやって測っちゃ損じゃん。こうだよね。そういうことで、そもそも排気音って何で出るんですかって、ここにシリンダーがあったとして、さっき言ったように排気弁を、まあ、どっかで開けるわけだ。でまだね、少しは圧力高い状態で開けないとさ、いけないわけ。早く出てってほしいわけ、ね、大学も留年されると困るんだよね。古い人がいつまでもいると留年生がいっぱいいる大学はね、新入生あんまり取れないようになって、文部省からお達しで教室があふれちゃうから、ね、どんどん早く出てってもらうために早くバルブを開けるわけ。そうすると中の圧力が高いうちにシュパンって出てくる。だからこれ横軸、これ時間と思ってくれてもいいんだけど、先にピシュッと排気出てくる。これをブローダウン、吹き下ろしだよね。その時に衝撃波が出るんです。圧力の比率が 2を超えると衝撃波が出ます。超音速流で、その後自力で出ていった区間っていうのはそう長く続かないんで、あとはピストンでもってグーッと踏ん張って押し出さなきゃいけない。でその時にこちらの抵抗が大きいと仕事をしなきゃいけなくて損するから、なるべく排気管は抜けがいい方がいいって。で今度プラスの圧力でブーッといくと、ここでマイナスの圧力になって帰ってくるわけ。それでシュンシュン中を薄くどん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 引っ張ってもらうわけだ、中の圧力で。それで引っ張り切ったらスパンと排気弁を閉じたいもんだよね。吸気と今度は逆の作用だから、これが慣性排気。さっきは慣性吸気でしょ。でこれはだけどさっきの共鳴現象とかなんかあるんで、ある回転で調子よくなったり、ある回転で悪くなったりするし、調子いい時っていうのは音が大きいわけね、どんどん出てくる。そういうことがあるっていうのはこれちょっと調子しておいてください。で今度マフラー、マフラーなんで音下がるんですかね。排気がボーンと流れてきて、でここで急にパッと開くわけだ。でここで反射しちゃうんだよ、かなりがマイナスになって反射しちゃう。急に開く。あるいは今度ここの中に出てきたとしても、ここの広い部屋からこっちに入っていくときに、やっぱこの壁のところで反射しちゃうでしょ。ごく一部のがこっちに出てくると、まあ、単純に言うとそういうことで反射させているのであって、音を中で消してるわけじゃない。反射させてこっちに来ないようにしてるだけなんですよ。でどれだけ反射するかっていうのは、この断面積が大きい方がいいわけ。皆さんのでも大学のね、その車、今これどっちかっていうとバイクのマフラー使ってるとすると、これ断面積細いと思うよ。バイクはこうやってまたがって乗んなきゃいけないから、太いマフラーつけられないから仕方なく細くしてる。でも四輪車の場合違うから、だって乗用車なんかこれ太いよ。その代わりこれあんま長くないかもしれないけど、いいですね。これ反射なんだっていうのはちょっとね、ここ少し難しいからあんまり言わない。だけどもう一つ、さっき高周波の音問題だって言いましたよね。高周波の音はね、なかなかさっきの反射だけじゃね返ってくれない。真ん中だけを突き抜けてザーンと進んできちゃう。そこでこのオレンジ色で書いたようなところっていうところに吸音材あります。グラスファイバー、ああいう繊維材料ですよね。ああいうところに行くと音があんまり反射しない。熱エネルギーに変わってくるわけ、波動のエネルギーが、ね。というとこれは高い手法の周波数に効きます。ただそうすると逆に言うと、ここ断面積減るから、低い方のさっきの反射は少し減っちゃうけども、高周波の音がまあ消えるようになります。この場合はこれが長さで効くの。だからうまくそれが工夫してくださいと。であとここはね、数学をいじってるとちょっと大変になるんですけども、さっき言ったその反射で音を消す拡張型マフラーの消音予測式っていうのは、ここに式に書いてあるところです。 IL インサーションロス、挿入損失
インサーション、インサートっていうか挿入するっていうんでしょ、インサーションロス、マフラーを挿入することによる、音の圧力変動の損失、これが大きい方がいいわけ。これが10倍のログの1プラスなんかエブのなんとかのサインケール、わけのわかんない書いてある。 M っていうのは拡張比で、排気管の太さとマフラーの直径あった場合にその断面積にね直す。排気管よりも断面積が、直径が2倍だと面積は直径の2乗に比例するから4倍か、そのと M イコール4になるわけ、ね、これが大きい方がいいってわけ。あとサイン系列っていうのはね、これ長さとかこの周波数によってこうどうなんだけど、この数式見てただけじゃ分かんないんでグラフで示します。ちょっと小さく書いて恐縮ですけど、拡張型マフラー消音効果への拡張比の影響、ね、このマフラーの長さが400ミリぐらいだから、ちょうど皆さんの車についてるぐらいじゃないかな。その時にこの曲線が4種類あるんだけど、一番下にあるこのところがね M イコール4、断面積4倍の場合、これほど細いものはないね。皆さんのやつは9か16かこの辺の差ぐらいのところじゃないですか。で周波数によってうーんと消せる周波数もあるし、ここの辺のところはそのまま通ってきちゃうところもある、そういうもんなんですよ。普通の乗用車の場合はだから一つの部屋だけじゃなくていくつかの部屋を組み合わせてこういう弱点のところを補い合うように作ってあるんだけど、皆さんの車につけてるやつは多分こんなもんだと思うよ。で、例えば 200Hz とか 100Hz 6000回転で4気筒だとするとだいたい 200Hz なの。これちょうど消せるとこじゃないか。でこの方が M25 って太い方がたくさん消せるよって、ね、だからあんまりね細く細くと思わないで少し太めにしとい方が、太めの方が好きよってわけ。で今度長さどうなの、拡張比16、直径で言って4倍だからまあ大体こんなもんじゃないの。皆さんさっきね、長くすると低周波でもってうんと消音効果上がるってわけ。これが300に対して400、500、600、まあ300なんて短いこと言わずにまあ400、500は取ってよってわけ。いいですか、もうちょっとで終わりになっちゃうんで、あとはほんの付け足しです。